夢見た僕は今日
「何個も国触れるのでしょうか」
今日はすごい、なんだろう、個人的にめっちゃ濃いメンバーのライブだなって思ってて、もう私もそれなら個性丸出しで行こうと思って、今日は普段あんまり最近やってなかった濃い曲もちょっとこの後歌っていこうかなと思います。次に歌うのは、最近あんまりやること少ないんですけど、液晶画面という、もう会いたくても会えない人を画面を見るたびに思い出しちゃう、そんな歌をお届けしようと思います。液晶画面。できない癖。
間の愛情ってとっても素敵だなって思うんですけど、それが偏ってしまうと時に怖いものに変わるなって思って作った曲を久しぶりにやろうと思います。変愛なんでね、コルマリンに目玉つけたりはしない人間なんで安心してほしいんですけど、野外イベントとかでこんなの歌ったら子供に泣かれちゃうんで、ね、なかなかできないんで、今日久しぶりに歌えてめっちゃ嬉しいです。お時間も早いものであと1曲で私の歌を終わろうかなと思うんですけど、時間あるぞ。嬉しい最後までね、まだ素敵なアーティストさんの2人もまだ後ろに残しておりますので、あと1曲で私はお客さんに転身してゆっくり残りのライブを楽しもうと思うんですけれど、なかなかね、もうコロナの話もしたくないんですけど、なかなかね、もう収まらなくて、
ね、ここのタタラバさんも明日からちょっとしばらくお休みに、ね、入るそうで、やっぱりいろいろ何かライブするもしないも足を運ぶも運ばないも皆さん見る側の人もそうだと思うんですけど、なかなかね何を選択したらいいのか何が正しいのかすごい悩むこともまだまだいっぱいあるかなって思うけど、やっぱり負けたくないなって思います。強く強くこれからも生きていかなきゃなって思います。そんな気持ちを込めて最後にお届けします。負けてたまるか。カポの位置間違えた。いいぞ。何もなかったよ。いい感じで始まった。いいぞいいぞ。優しさも手と手つないで
の場で皆さんと一緒にお会いできない、もう日本語にならない、まだまだ一緒にお会いしましょう。ありがとうございました。